こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回はスウェーデン王国アーサ家歴代王について解説していきたいと思います。それでは始めます。グスタフ1世、スウェーデン国会によって国王に選出された、1527年、エステロースで開かれた国会において法律を定め、この国では簡素で真実なる神のお言葉のみを広めるべき、とし、ルター派の教義を全面的に認め、スウェーデン教会がローマから分離するきっかけを作った。ついで国土の 26% を占めるカトリック教会の土地を没収し、国土の 5% に過ぎなかった王家の土地を拡大し財政基盤を改善した。行政改革を行い、ダーラナやスモーランドに、起きた地方の反乱を厳しく鎮圧した。グスタフ1世は宮廷が大陸風の華やかなスタイルを、持つことを重要視し、この時代に聖書のスウェーデン語訳も完成し、宗教改革者ウーラウス、ペトリによって、詩や神学の書物が現れた。エリク14世、リオニア戦争に参戦し、1561年にエストニアを解放する。彼は政治的野心と同様に、知性と芸術性を有していた。しかし、彼は知性の初期から精神的不安定の兆しを示し、それはやがて狂気へと進行した。エリクの外交政策のほとんどは、スウェーデンを大国にするための尽力が基本であった。独立国家を統治したことで満足した富豪と違い、エリクはバルト海地域とエストニアでの影響力の拡大に挑戦しようとした。この拡大によって、いとこでデンマーク王の、フレデリク2世と衝突することになった。内政においては、エリクの野心は、弟たちを含むスウェーデン貴族に猛烈に反対された。弟であるヨハンは謀反を起こしたが、捕らえられた威悪罪に問われた。エリク14世の治世のほとんどが、デンマークとの北方七年戦争で占められ、その間彼はデンマークからの征服の試みを阻んだが、自らの征服事業も維持できなかった。この年代の間、彼の狂気は悪化した。すなわち、彼の治世は一層暴力による支配が特徴となり、それらの中には1566年のスプーレ家の一族の殺害も含まれていた。1568年、彼は権力を掌握したヨハンによって廃され、幽閉された。ヨハン3世即位後、間もなく処刑された。ヨハン3世、ポーランド王子ブムント1世の娘カタジナと結婚して、一人息子シギスムンドを得る。これは当時リオニア戦争で、ロシアのバルト海進出を阻むため、大国であったポーランド王国と同盟を結ぶ、政治的な理由もあったともされる。そしてフィンランドのプルク城に居を定め、バルト海沿岸に影響力を及ぼした。1583年にリオニア戦争は終結し、リオニアから撤退する代わりにエストニアを確保する。ヨハン3世はスウェーデンのために尽くし、教会改革や財政改革を行った。さらにデンマークとの北方七年戦争を引き分けに持ち込み、リオニア戦争ではロシアを撃破し、フィンランドの国境をさらに東方に広げることに成功した。その間に息子シギスムンドはポーランド王に迎えられた。シギスムント、父ヨハン3世が死去すると、シギスムントはポーランドを出国せずに、スウェーデン王位を継承し、オジカールが、摂政としてスウェーデンを治めた。しかし、近世的な君主と国家との宗教的一致を損なう、シギスムントとスウェーデンとの関係は、次第に悪化していった。スウェーデンでは、1593年のウプサラ宗教会議で、アウクスブルク信仰告白が決議され、スウェーデン国内の、ほとんどの教会は、ルター派の信条を受け入れた。シギスムントは一旦はこれを認めたが、ジグムント3世がポーランドに帰国すると、1595年に共和国はプロテスタント信仰を禁じた。共和国と合同を組むスウェーデンでは、これはウプサラ宗教会議違反として捉えられた。その間、摂政カールが国王代理として、勢力を強めていき、スウェーデンを、ルター派国家に戻すべく改革を徹底した。カール9世、シギスムントの異母帝フィンランド公ヨハンと、協定を結び王位継承を辞退させた上で、兄ヨハン3世と同じように、スウェーデン王位の簒奪によって即位した。なお、カールが9世として即位したのはスウェーデンの伝承、ゴート紀元節の正当化のためである、スウェーデン王となったカール9世であったが、その治世はままならなかった。国王自身が病に侵され、近隣のロシア、ポーランド、デンマークとの対立の極みにあった。ロシアは内戦となり、デンマークはスウェーデンの独立を認めず、ポーランド王家はスウェーデン王位を主張し続けていた。カール9世はスウェーデンを大国化させることに苦心したが、ポーランドとの戦いでは惨敗を喫した。スウェーデンの財政は厳しく、軍事力も弱体化していたのである。諸問題を抱える中で、カール9世は、幼きグスタフ、アドルフに強い期待を抱き、帝王教育を施し、10歳にして国政に参画させた。カール9世は晩年にロシアの内戦に、スウェーデンを参戦させる中で没し、すでにスウェーデン軍を率いていたグスタフ、アドルフが、17歳で王位を継承した。グスタフ2世アドルフ、即位当初はデンマーク、ロシア、ポーランドとの抗争で危機に直面、
特に重慶のポーランド王子グムント3世ワーザとの王位継承をめぐって紛争が生じた。その上、即位にあたり、国王大権の減災を意味する、憲章の認可によって王権に制約を受けていた。しかしな宰相オクセンシェルナを得て、貴族や教会と王室との間を調整して憲章にある王権の制約を有名無実化し、後のスウェーデン内政の基礎となった内政諸制度を改善整備した。外交面では、デンマークとの悲惨な戦争を、クネレド講和条約で切り上げ、ロシアとの紛争もストルボバ条約で収縮を打ち、これら諸国との紛争を有利に展開し、バルト海に一大勢力を築いた。デンマークやポーランドの攻撃に備えて、新教国との友好を深めるため、1620年ドイツの新教徒であるブランデンブルク選定公、ヨハン、ジギスムントの娘マリア、エレオノラと結婚した。30年戦争では新教徒に味方し、1629年ドイツに侵入。以後連戦連勝して北方の獅子と呼ばれた。1631年9月ブライテンフェルトの戦いで、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の軍を破り、大勝利を得、グスタフは事実上ドイツ新教勢力の当主となった。1632年リュッツェンの海戦で、スウェーデン軍は勝利を収めたが、グスタフは戦死した。クリスティーナ、6歳で即位。即位より断層して過ごす、はじめ宰相であるオクセンシェルナ伯爵の補佐を受けたが、30年戦争及びトルステンソン戦争終結の1644年頃から申請を行った。彼女の帰省したデモスウェーデン軍は、フランス王国と提携して中央ヨーロッパに進出し、エストファーレン条約ではポメラニアのほか、多数の都市と賠償金を得る、神聖ローマ皇帝に迫って新教徒の権益を広げさせることにも成功している。オリバー、クロムウェルが五国教をしていた、イングランド共和国と同盟を結び、スウェーデンのヨーロッパにおける大国の地位を安定させた。父の聡明さを受け継いでいたが、クリスティーナは財政に疎く、あるいは無関心であった。後にスウェーデンは国家財政の財政難を招いてしまうが、この財政難の元凶の一端を担いでしまったのが彼女であった。しかしクリスティーナは無能ではなく、高い政治能力を有していた。平和を願い、カトリックとプロテスタントの融和を解き、キリスト教の安寧という高貴な理想を抱いた自由主義者であった。また彼女なりの王権成立に努力した騎士道精神の持ち主であった。神聖ローマ帝国におけるスウェーデン領の、霊園関係の成立などに現れる。しかし、絶対主義家とプロテスタント主義を、目指すスウェーデン政府との圧力が彼女を苦しめたのである。スウェーデンの国益と自由主義の狭間で揺れ動いた彼女は、最終的に己の意志を貫き、退位を決意した。いとこカール10世に王位を譲った。これによりスウェーデン王国アーサ家は終焉を迎えた。